ように戻った。これでセーブできる？やっとセーブできた。いや、さっきセーブできなかったからさ。なるほど、こういう感じね。あ、ここまで戻ってきちゃった。正面突破してもいいかな。なんだこの、あのパタパタのちょっとぽっちゃりした感じのやつ。肥満パタパタって書いてあるよ。でかい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 。え、待って、今銅像にぶつかったじゃん。銅像もあれなんですね、きっと敵なんですね。これ真正面の部屋は何？お、何かある。え、なんかピクミンみたいなやつがいる。でもこれ上にはいけないな。ということはこれの次の部屋か、隣だな。あ、でも横にもあるよ。なるほど、ちょっと待って、銅像がさ、銅像が変身してくる。怖い、やだ、いや怖い怖い怖い。モンスターにできるだけ戦闘せずに行きたいのに。怖い、ピクミンね、ピクミン。ピクミンを華麗に避ける。あー、そしてなんかみんないっぱいいるところに着いた。セーブする。あなたはこの国の近くに温泉があるのをご存知？なんか温泉がどうのって書いてあったね。つまらないの自慢しようと思ったのに。あ、じゃあ自慢してください。いいえ、お湯をバーレル火山から引いたのよ。効能はリウマチ、肩こり、現在王族しか入れないの。え、へん。あ、そうなんだ。なんと真ん中の部屋には大きな卵が置いてあるんだ。時々卵を吐くんだけど、たまに見守っていると跳ね返せるんだよ。跳ね返せる。王様も温泉に入ればご病気も早く治るでしょうに。何も言わずにこれをもらってね。フラワーセット。私はこの城の見張りをしていました。でもマルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないのであげましょうか。ください。はい、でも何に使うのかな、余計なお世話かもね。宮殿の鍵1、ありがとうございます。真ん中の部屋、気になる真ん中の部屋。肥満パタパタいっぱいいる。肥満パタパタ、肥満、そうか、まあね、いやだよね、運動するのはね。でもパタパタさんはなんかあのスマートなイメージがあったな、私は。いけいけー、じたじたまたして。なるほどね、じたまたして何もできないんですね。そっかそっか、じゃあ頑張って攻撃しちゃいますね。いや待って、マジ。一気にやられちゃったよねえ。じゃあ何もできないんだね、ハハハって笑っとったけどさ、普通に強すぎじゃない。マロが一気にやられてしまったよ。はい、いや、ジタパタしてるだけじゃないじゃん、強いじゃん君。よし、倒した。あ、よかった。で、真ん中の部屋に入れる。真ん中の部屋にはなんか卵に水かけてる。卵ちゃんにもよく育つ水をあげましょうね。あらあらあら、マリオはここまで来ちゃったのね。鍵がかかってて開けない、開かないっす。ふふふふ、何？ふふふふって何？鍵がかかってます。私寂しいの、遊んでくださる、遊んであげる、ありがとう。怪しげな殻。いやだ、怖い。なんか、とりあえず踏んづけとくか。はい。あ、なんか、ひび割れてる。これもしかして攻撃してったらさ、どん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 、殻が破れる的な、そんな感じ？破れてる。あ、どん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 、ひびが入ってる。何？何が割れるの？あ、見たことあるぞ、この子。はーい。私、キャサリン、キャシーって呼んで。キャサリン出てきた、キャサリン。え、キャサリンって敵なの？なんかあんまり敵のイメージがないんだけど、何考えてるの？何が苦手ですか？弱点はない。699。はい、あい、あい、あい。そんなに強く叩かないで。あなたも寂しがり屋さんなのね。いいわ、私の熱い卵をあげる。防御しちゃ嫌よ。痛い、防御します。何、たまたまって何？なんか出てきたけど、
めっちゃ攻撃されるじゃん。めっちゃ攻撃してきたじゃん。やめてよ。はい、いいよ。はい、よいしょい。でその後にクッパが攻撃する。私はあなたの心の恋人、寂しい時は私のことを思い出して、その時は優しく励ましてあげる。あ、倒したことになったの。これはオッケーオッケー、とりあえず倒しだね。あ、鍵、宮殿の鍵に。ここ開く？開いた。鍵がかかってる部屋だもんね。マシュマロ、ご病気につき絶対廊下を走るべからずだます。マリオさん、ということはここにパパとママがいるんですね。鍵かかってる。あ、あれ？ダメです。鍵がかかっています。我が輩に任せろ。え、また強行突破するともしかして。下がってろ。激突するんですね。ちょっと待ってください。もしパパが本当に絶対に安静なのに大きを立てたら大変なことになります。どうしましょう。やはりマルガリータを見つけて本当のことを聞き出した方が確実です。我が輩の出番が。クッパ軍団の指揮官に指図するとはいい度胸だ。今回は特別に見逃してやる。ありがとう、マルガリータ様。奥にいるのか、もしかして。マルガリータ様。これは奥にマルガリータがいるな。でかいな。よし、倒した。倒したけど、ボス戦な気もしなくもないけどな。ちょっとでもキノコとかが全然足りないよ。あ、フラワーポイントのマックスを3増やします。マルガリータ様、マリオがクイーンフラワーを倒してこの国に来ちゃったっす。マリオ一体どんなやつざます。ふさふさのヒゲにしっかりしたもみあげ、立派な足を持ってるっす。はて、どこかで見たような、ないような、ないような、あるような銅像です。ガロの持ってきた銅像ざます。あらあら、マルガリータ様どうするっす。慌てる必要はないざます。私の持ってるこの鍵がないことにはマシュマロは外に出られないざます。来たよ、来ましたよ。うるさいざます。もう来ちゃってるもんね。目の前にいるよ。しつこいざます。何ざます？銅像じゃなくてマリオ。マルガリータ、その鍵をよこすんだ。にゃ。ああ、あなたはどちらざましょう。僕は本物のマロ王子だ。参ったか。今日本物を、しかし盗み聞きをするなんて、なんて卑怯ざましょう。大きな声で喋っていて何言ってるんでしょうね。卑怯に次いで私も逃げてよろしいこと？バイバイざます。逃げちゃダメだよ。どこ行く気？ダメだよ、逃げないでよ。どこ行くの？見事な逃げっぷりですね。なんてのんきなこと言ってる場合じゃないです。早く捕まえましょう。逃げられるの？